はい、おはようございます。笹田です。コンピューターです。こっちは、あの、あんまり悩みません、ね。朝 <laughs> からコンパイラー、あの、えー、作ってってできました。えっ、ー、とね、あ、それから今、あの、ここ下ちょっと下余白入れてますっていうのは、昨日コメントいただいて、あの、字幕ネイティブ英語圏の方みたいなんですけども、下にあの字幕を入れるスペースがあった方がいいよっていうあのアドバイスありましたもんですんで、えー、こんな風にしています。 えそれで、えっと、m p コール l きの段階でコンパイラーできたんですけども、m p e g s e m p レッドっていうのもコンパイル動作ができるように、えー、してあります、えーっと。で、バージョンが現在3.90です。 えー、3.90で、まあ、一応これであの並列できてあと4.0に向かって、まあ、人間のやることですので、ね、バグは多分あると思うのでこれを順次潰していって4.0になった並列も含めて完成というふうなつもりでおります何かあのバグありましたらぜひご報告をください、えー、コンパイラーですねあ,あえー、ちょっとやってみたいと思いますえっ、ー、とこあ コンパイルします、えー、そして普通にコンパイルファイルですのバグはいすと、えー、できましてそしてまずは mpcreate ってやってとりあえず3つこうリスクを確保しますでロードです バグえーとえー、コンパイルしたやつを読み込みます。えー、そうすると、まず、バーってのは、えっ、ー、と、エンピーグゼクですごく単純な計算ですけどね、えっ、ー、と、バーってやると、5は変えるというのは、えっ、ー、と、2つを足したものと、2つを引いたものと、を グゼクで同時にに実行というふうふやってますでね、答えはね、後か一番最後に得られたものを返すようにしてるんですよ。あれはなぜか5が返ってるってことは、その時によるのかなあえっ、ー、と、足し算の方が先に結果、あ後に結果返ってきたのか。 ちょっと大いぶかな。えっ、ー、と、2つを並列で実行して、で、あの一番最後に得られた答えを返してくるというものですから、ブーというものは、えっ、ーえー、と、レッド文を並列にやります、えー、と足したもの、2と3だから5が A に束縛されて、2-3でマイナス1が B に束縛されて、それを足し算すると4になると。 であのレッドと違うところは MP レッドは A と B の計算をするのをコ,プロスコリスプにさせてますので、まあ、足し算引き算程度だったらば別に蓄積処理でやったらどうってことかはないんですけれどもここは非常に重いヘビーな関数だったときに A と B をそれぞれ並列でコリスプに計算させてマルチコアマルチ CPU の性能を生かして計算させようとこういうふうな構文です。 でこれを、えー、とコンパイラーでも動作するようになりましたよということです。えー、あと、これからちょっと計算実験して、この m p レ e t でもフィボナッチとかがちゃんとあのやるのかチェックしてなんて思ってるんですけどもね、えっ、ー、と m p コールはたらいでもチェックしたし、えっ、ー、と、これか、フィボナッチ、えー、でも、うん、やっていますフ。フィボナッチ 昨日もご紹介したんですけども、ああ、よっ、えー、フィボナッチのスター、えー、を計算させるとこっちは並列バージョンで、えー、計算しています。時間は、えー えー、秒でスターがない蓄字処理のやつだと、えー、6.9秒だから、えー、まあそういうねのスターがついてる並列処理の方が短縮になってます。えー、てなことで、えー、一応あの当初の、えー、目標達成ですねバージョン4.0までにね、えー、達成させようと思って バージョン3.0の段階でほぼ蓄次処理のイーズ・アスリスプはあのアイスリスプスタンダードを満たして、えー、完成と思ったんですけどいや待ってやっぱ並列やんなきゃと思ってそれで去年の夏頃にね一生懸命あのスレッドを使って、えー、と並列処理をやってたんですよ。これはえーと どうもね、まあ、うまくいくケースもあるんだけど、うまくいかないケースもあって、ラズパイ400の CPU だとあの、マルチコアの良さが生きてくるんですけれども、なぜか今主流のインテルとか AMD ね、あのラ z e ンとかだとかえって遅くなっちゃうんですよ、並列にすると、スレッドだとね。おかしいな、でもよくわかんねえな、多分メモリ標語なんだろうな、なんて思いながらいたんですけれども、 えー、ここに至ってつい最近ねよ,よしちょっとやっぱその,あのマルチプロセスの方もやってみようやと思って、えー、やって、えー、のが今のやつなんですけどもこっちはあの、えー、とマルチコアが生きていておそらくマルチプロセスの方はメモリ空間が独立してるので今日がないからなんじゃないかなと思うんですね。 これ昔のパソコンだったら絶対できない <laughs>、メモリーがなあのそんなんないですからね、そんな贅沢にあのことはできなかったんですけど、今、あのメモリーがギガバイトでしょ、本当びっくりして、お時々間違えメガバイトだっけいや、今、ギガバイトですけどこの間あの、業者の人で話してて、ギガバイトメモリーがあったら、あの マルチコアの CPU ごとにあの OS がメモリーをふんだんに割り当たって動くんですよね。ギガバイトだもんね。<laughs> てなことで、えー、とマルチ、えー、コアを生かすというふうなことも、 えー、一応目標を達成して3.9あとは4.0に向けてまあいろいろと並列機能のバグなんかも、えー、ご指摘あれば見つけたら直してみたいなことでい、えー、こうかなと思います。えー、まあ楽しんでおります楽しんでおります。こっちはあの、うん、そのコンピューターっていうのはそ,そういうさっきの,の人生の生きる意味はみたいなその悩ましいのはないので。 あのその同様な問いがあるとすればあの,ゲーデルの不完全性定理だと思いますあの数学だとかコンピューターとかっていうのは非常にその、えー、論理明晰で悩むことはないんです理屈通りなんだけれど唯一悩ましいのは自己言及あのゲーデルのあの 踏み込んんだだ正解と思うんですここに迷い込むと訳が分からない訳が分からないでそこさえ避けとけばあのそんな危なっかしいとこじゃないんですよね。人間も自分のことを内政を始めると意味を問い出すとどつぼにはまるんだけどだからかばさせのおっしゃるように 外に目を向けてその日一日楽しいこと探しなさい外にね楽しいこと探しなさいおいしいものを食べるでもいいし楽しい経験をするでもいいしってのはそ,そういうことなんだと思います不完全テレビみたいなところは面白いは面白いけどそこに踏み込むとあのゲーデルが精神を病んだみたいなことが起きかねないから <laughs> なんて私は思ってるんですけどね。 えー、ということで、コンパイラー、成、え、功、ー、でありました。よろしくどうぞあの。ぜひ試してみてください。であの不具合とかあったら、椅子にお知らせください。よろしくお願いします。